グレイデルはアパッチアントや c パッチメイブンのコンセプトに基づくオープンソースビルド自動化システムでありプロジェクト設定の宣言にはアパッチメイブンが利用する XML 形式ではなくグルービーベースもしくはコトリーンスクリプトベースのドメイン固有言語を採用している。グレイデルはタスクの起動順序の決定に 有効非巡回グラフを利用する。グレイデルは非常に大きくなる可能性のあるマルチプロジェクトのビルド用に設計されており、ビルドツリーのどの部分が最新であるかをインテリジェントに決定する増分ビルドをサポートする。このため最新の増分ビルド部分に依存するタスクを再実行する必要は一切ない。初期のプラグインは Java、Groovy、 およびスカーラの開発と配備に第一に焦点を当てられているが、ロードマップにはその他の言語やプロジェクトに対するワークフローが示されている。Java ソースとリソース用に Maven ディレクトリ構造が使われているケースを仮定する。Maven ディレクトリ構造は、それぞれ SRC、Main、Java、SRC、Main、Resources、SRC、Test、Java、SRC、 テスト、リソーシズである。ビルド、グレイデルプラグインズ。Java。グラッドルービルドを実行することで以下を得る。グラッドルービルド。コンイルジョバ。プロセスレソーセス。クラセス。ジャー・アッセンブル。コンイルテストジョバ。プロセストレソーセス。テストクラセス。テスト。ストチェック。ビルド。ビルドサクセスフル。Java プラグインは、 全てのタスクの入出力の間における依存関係の有効非巡回グラフ内タスクとして予想される名分、ライフサイクルを多数エミュレートする。このシンプルなケースでは、ビルドタスクは、チェックタスクとアッセンブルタスクに依存しており、同様にチェックタスクは、テストタスクに、アッセンブルタスクは、ジャータスクに依存している。名分の慣例に従わないプロジェクト用として、 グレイデルはディレクトリ構造を設定できる。以下は、ソースファイルがメイブンによる関連の SRC、メイン、Java ではなく、SRC、Java に含まれるプロジェクトをサポートするための例である。ビルド、グレイデル、アプライプラグイン、Java。ソースセッツ、メイン、Java。ソルシディアーズイコール、SRC、Java。グレイデルは、アントと非常に緊密な統合を行うことができ。 ビルド中にアントビルドファイルを直接インポート可能なスクリプトとして扱う。以下は単純化したアントターゲットをグレイデルタスクに組み込んだ例であるビルド XML プロジェクトターゲットネームイコールアントターゲットエコーメッセージイコールランニングアントターゲットターゲットプロジェクトビルドグレイデルアントインパートビルドビルド XML グレイデルアントターゲットを実行することで以下を得る。グレイデルアントターゲット。アントターゲット。アントエコー。ランニングアントターゲット。ビルドサクセスフル。ありがとうございます。